はい、皆さんおはようございます。今日はね、こちらレーザー墨出し機、新しいのをねいただきましたので、ちょっとこちらのご紹介の方していきたいと思います。で、これね、メーカー見るとわかるんですが、ドーバー様からねご提供いただきました。で、私以前ねドーバー様の、レーザー墨出し機もレビューしておりますので、そちらの方とねちょっと今回比較しながら見ていきたいと思います。で、今回のこちら、P4 の、360G ということで、プロフェッショナル用というふうになります。で、何がプロフェッショナルかというと、レーザー光がね4箇所ね出すことができます。ちょっと映ってないですけどね、反対側にもう1個ありますので、通常はね、3個まで、水平とね、あと垂直とね、あと、まあ、平行な線をね出すことができます。はい、ということで今回は、P4 なので、4つのレーザーをね出すことができます。 360G ということで、360度の、ね、レーザー光を出すことができるプロフェッショナル用になります。で、これね見て思ったのが、はい、これレーザー光見てください。 90mW というふうになっております。これなんか見覚えがあるんですが、じゃーんと、こちらがですね前回ご紹介したこちら、H3 の 360G ということで、これはねプロフェッショナルなんですが、レーザーが3つついております。レーザーレベルね。で、これ屋外用で使用できるということで、レーザー光が強いタイプになります。で、これがね 110mW、110mW 出力の、レーザー光がついております。で、今回は、90mW、 若干低いんですが通常のモデルよりは高いですので、これがねどれぐらいの強さの、光を出せるのかというのをね見てみたいと思います。で、今回こちらのね H3 の 360G、 これがね結構人気なんですよ。で、私もね前回動画出してから結構買っていただける方が多くて、結構売れてます。で、この H3 の 360G と、この P4360G、 これね何が違うのかっていうのをねちょっとそこら辺も含めて見ていきたいと思います。はい、じゃあね、今箱から出してみました。としたらね、これすごいです。めちゃくちゃ頑丈そうなプラスチックのケースに入っております。はい、こんな感じです。はい、じゃあこれね今回、P4 の 360G、これをね開けていきます。で、ここにロックがついてますんで、これで外して、こんな感じですね。もちろんね一回中身確認するために一回開封しております。で、こちらをねちょっと見ていきたいと思います。で、まず本体これですね。あー、結構ずっしりしてます。 P4360G すごいです。ずっしりしてます。レーザーが1、2、3、4ということでね、4箇所レーザーがついております。これ後でねちょっと照射させてみます。で、付属品に関してはね、まず気になるのはこれ、はい、ちょっと物が大きくて映りカメラに映りきるかな。はい、これがね、ロックを解除して、上下できる、エレベーター、これがついてきてます。これ微調整できますね。で、ここで、本体を取り付けて、微調整ができます。で、あとね、ここクランプついてきてます。で、クランプもね、まあこれは磁石がなくてもクランプできるんですね。どっか柱とか梁とかそういったところとかねできます。で、このクランプの幅もね変えることができます。ここにね、5段階で調整できますんで、ちょっと難しいんだけど、はい、こう移動することができますんで、ここのね、太さに合わせてね、クランプの調整ができます。はい、これ結構ねバネ強いので、頑丈にね固定できるんじゃないかな。はい、あとはねこのバッテリーがね2つ付属してきます。はい、バッテリーがね2つ。はい、で、今回新しく来たのがこれリモコンです。車のリモコンみたいなリモコンです。これがねレーザーの出力をオンにしたりオフにしたりすることが遠隔操作でできます。はい、あとこれはね、こう見やすくするためのねターゲットのあれですね。はい、これ大体毎回ついてきます。はい、あとこれがね充電器、これは単独の充電器と、あと充電ケーブル、これはねタイプ C ですね。はい、タイプ C 入力というふうになります。で、それ専用の、充電のアダプター、これもついてきてます。これはね出力の方は、5V 2A 10W 出力というふうになっております。はい、これもついてきてます。ちなみにね本体の方にも充電ポートがあって、ここでね充電することができます。はい、タイプ C ついてますので、
この充電器を使わなくても本体にバッテリーが入っていれば直接充電ができます。はい、でその次はねこれもね、まあ台座なんですね。微調整する時用の台座、アルミ製でできてますね。この上に、これを乗せて、で微調整で高さ調整ができるといったものになりますね。はい、まあ床とかそういったところを施工するときにはねいいのかもしれないです。はい、あとこれね、説明書を付属してきてます。結構厚いんですが、日本語の部分は、最後の部分だけになります。ちょこっとしか載ってませんのでね、これはいいですね。はい、簡単に読めます。あとはこれね、三脚につける際の変換アダプターがね、ついてきてます。これ4分の1かな、の変換アダプターがついてきてます。はい、あとはこれ、グリーンのメガネね、レーザー光を見やすくするためのメガネです。保護メガネとかではなくて、グリーンレーザーですので、グリーンレーザーをさらに見やすくするためのものになりますんで、まあ、屋外とかでね、使うときにこういったものがあると、グリーンレーザーが見やすくなるというものになります。で、これすごいのが、一回ね、開けたんですが、ここ、耳の部分がね、調整できます。長さ調整。ほら。なのでね、自分の、まあ、顔のあれにね、フィットさせるようにつけることができます。このタイプね、ちょっと初めて見ましたけども、これは便利だと思います。はい、じゃあ以上でね、付属品の方が終わりです。ケース見てください。こんな感じでね、とてもこう頑丈で衝撃吸収性がありそうですので、まあ、こういった精密機械をね収納するものですんでね、こういったケースがあるとね、まあ安心して持ち運びできるかなと思います。はいはい、じゃあ今ね箱から出しました。今回の新しいのがこちらになります。はい、 P4360G、前回ご紹介したのがこちら H3360G で、これのねちょっと違いと、あと光の強さとね、視認性がどうなのかっていうのをねちょっと見ていきたいと思います。これは一応ねドバ様の、フラッグシップモデルになります。 H3360G っていうのは、これはH っていうのはねちょっとなんていう H かわかんないけど、まあハイとか多分そういった感じかな、明るいですよっていう意味だと思うんですが、 H3360G でこれはドーバー様のラインナップの中で一番光が強いプロフェッショナル用、先ほどね 110mW 出力のレーザー光がついてます。で、あとこちら、P4360G、 これはねドーバーのラインナップの中でもフラッグシップモデル一番高いやつですね、今現在では。でレーザー光が4つ出てきているのと、あと明るさが明るいタイプで 90mW 出力のレーザー光がついております。はい、まあこれがね、一応今ドーバーのフラッグシップモデルの2種類というふうになります。で、バッテリーがですね、今見たんですが共通でした。全く品番同じやつです。 YM05 って書いてますけどね。はい、全く同じ品番のバッテリー、こっちもね2つずつ、両方ともね2つずつバッテリーがついてきてますんで、まあねバッテリーの持ちに関してはまあ問題ないんじゃないかなと思います。はい、じゃあこちらね入れて点灯させていきます。はい、でこれね、ちなみに金額はこっちの方が5000円高いです。今回の P4 の方が5000円高いです。で明るさはこっちの方高いんですが、やっぱレーザー光はねこちらの方が1種類多いですので、こちらの方が5000円高い。でこれの他にラインナップとしてドーバーの中で、K っていうシリーズがあります。 K はねちょっと安価なタイプです。で K4 っていうのもありますんで、 K4360G ね、それちょっと間違わないようにしていただいた方がいいと思います。明るさとか別物です。これはもうプロフェッショナル用ですんで、なんで金額が高いかっていうとね、まあそれなりの性能があるから、これは金額が高いものになっております。で今ドーバーの中ではねこの2つがフラッグシップモデルというふうになってます。じゃあ早速ねこの P4360G これをオンにしていきます。今水平出ししたいので、この横のレバーをねこれをすると振り子のロックが解除されで照射されます。ちょっとやってみます。はい、出ました。今ね、はい、一番下のこのね床に近いところ、これがね照射されてます。で、こちら H3 これやってみます。はい、出ました。ここはね上ついてます。何が違うかっていうと、まず
通常モデルと違うものに関して言えば、この P4、これはね、レーザー光が、この水平に出すラインがね、2つついてます。上と下。見えるかな？はい、今ね、これついてます。で、上もね、出せます。一回試しに出してみます。はい、こんな感じ。ちょっと PH3 消します。はい、これ今ね、P4 だけで、2つのね、ラインが出ております。はい。ということで、なんでね、2つあるかちょっと私も最初分かんなかったんですが、これはね、多分おそらく低いところを照らしたいとき、まあ、床ギリギリとか、例えばそういったところにね、タイル貼りたいとかね、そういったときに使えるんじゃないかなと思います。一応、ドーバー様に聞いてもそういった返答でした。タイル貼りとかね、まあ、幅木とかそういったものをね、やるときに使えるものなのかなと思います。通常は、これ、一回つけます。はい、今ねここに出ましたけども、この高さしか出せません。 H3、 まあ他のメーカーさんも一緒ですけどね、上にだいたいレーザー光ついてますんで、この高さしか出せないので、これより低いとこを照らしたいってなるとね、照らせないんですよ、これですと。でこれはね、下に1本線が入りますんで、まあそういった違いがあると思います。はい、ちょっとね試すとこなかったので、今ね机の下に潜ってるんですが、こういった幅木ってよくありますよね、こういったやつね、はい、壁と床の境目にあるやつで、こういったものに照射したいってなった時に、まあこれですね、はい、今照射してますが、まあ、レベルはねちょっと合ってないですね、ちょっと低いです。でその時にちょっとこのね台座に乗せてみます。はい、そうするとね高くすることができます。まあ、今はねちょっとこの幅木に設定するのちょっと難しいんですが、こっから回して上げていくと、はい、こんな感じでエレベーターを使うことができます。はい、これですね。で、水平線もう1個出すと、こんな感じ、はい、こんな感じで出ます。はい、これはまあ便利なんじゃないでしょうかね。まあちょっと私は使うよって今のところはなかったんですが、この商品を見て初めてね、こういうふうに使えるんだなというのはなんとなくね使い方は分かりました。はい、こんな感じで使うことができます。はい、じゃあ肝心の、この光の強さですね、これを見てみたいと思います。今ねブラインドを開けておりますんで、まあちょっとね明るいんですが、こんな感じです。下のライン、これがね、今回の新しい P4、 上が H3、 ちょっと手で隠れちゃうんだけど、わかりますかね、ちょっとわかりにくいかな。実物をねカメラ越しじゃなくて見ると明らかにこの H3 の方が明るいです。で線の太さはまあそこまで変わらないかな。明らかに明るい。これが 90mW 出力と 110mW 出力のレーザー光の違いです。はい、こんな感じになっております。ちなみにこれ他の、もうちょっと安いね、レーザーですともっと暗くなります。はい、こんな感じになってます。じゃあ試しにね、ちょっと H3 を消しまして、全部をちょっと点灯させてみます。はい、じゃあ今ちょっとねブラインド閉めました。せっかくなのでちょっとリモコン使ってやってみます。で H を出します。はい、これ2つ出ました。で、今度ね垂直線というんですかね、はい、これを2つ出します。はい、こんな感じです。そうすると、天井に向かって、こんな感じでね照射されます。ちょっとねライトも消そう。はい、こんな感じで照射されます。まあ同じですね、360度タイプの、レーザー光であればこんな感じで出力ができます。で通常の出力に加えて、水平ラインが、もう1本増えたという感じですね。はい、こんな感じの出力十分見やすいですね。まあ中なのでね、まあこんな感じで、余裕で見ることができます。はい、ちなみに、グリーンのねメガネこれをつけてみます。はい、なんとなくねわかるかな。これ実際に今私つけてみてもわかるんだけど、これやっぱ見やすいですね。はい、こんな感じで見やすいです。はい、そのためのメガネもちゃんと付属してきてます。じゃあちょっと試しにね外でやってみましょうか。ちょっと外雪降ってるんだけど、ちょっとね外でやってみます。はい、じゃあ今ね外に出してね持ってきました。はい、今ね P4 と、
H3 両方出してます。なんかこれ足当たんね、なんかの。はい、ね、これの照射をちょっと見てみたいと思います。はい、今ね晴れてるんですけども、見えますかね。見えますね。はい、これがね今回の P4 で、上がね H3。 まあこう見るとね、明らかに H3 の方が明るいですね。はい、やっぱプロ用の明るさが 110mW 出力の、方が明るいです。ただこれ今回の P4、 これもね十分見れます。はい、見れます。明るさは若干暗いんですが、カメラ越しだと結構ね顕著に出ますね。はい、でもね目視だと普通に見えます。こんな感じで、うん、まあ十分じゃないでしょうかね。まあ外でねそんなに離れて使うこともないので、で反対側ね、反対側の、物置の方を見てみるとこんな感じです。はい、P4、H3 ね、こんな感じですね。あと木に照射するとこれ明るい方 H3 とね、下これがね P4 になります。はい、まあ分かりますよね。うん、これぐらいの差です。まあ間違いなく外でやる作業が多いっていう場合はね H3 買った方がいいと思いますけども、こちらはねちょっと好みが分かれるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、このドーバーのフラッグシップモデル2種類ね、H3360G 前回ご紹介したものと今回の新商品のね P4360G こちらをね比べてみました。まあ、先ほど言ったようにね H3 の方が若干明るいです。で今回の P4 に関しては明るさはね通常のレーザー水平器よりはね明るいんですが、それでもやっぱこのプロ用の H3、この屋外用って歌ってるものはねやっぱり明るいです。はい、でこれはね5000円の差がありますんで、まあここはねちょっと用途が限られるんですが、4つのラインがね必要っていう場合、ちょっと私はね必要かどうか分かんないんだけど、まあ低いものをね施工する際ね、まあ、タイルだとか先ほど言ったちょっと床付近のね、ものを施工する際はやっぱこういったものが必要になるのかなと思います。で通常の、レーザー3つのタイプでね、見れればいいよっていう場合は、こちら H3 これあればね外でできますんで、大体これ1つで間に合います。で5000円ね差がありますんで、まあ、どちらを選ぶかはね、ちょっとその使う用途によって選んだ方がいいと思います。はい、で今回ねこういったリモコンもついてきてますんでね、はい、こんな感じで、結構簡単に出すことができますんでこれも便利だと思います。はい、じゃあこちらね、2つとも概要欄の方にリンクを貼っておきますので、まあ、よろしければね、そちらの方見ていただければと思います。 H3360G はね前回ご紹介してからねおかげさまで好評で結構売れてます。はい、で今回 P4 がね新しくできましたんで、これをね、使われる方ね、まあ、よろしければね Amazon の方の、リンクの方でね見ていただければと思います。でドーバー様はラインナップ結構出しておりますので、次回ねちょっと新しい商品が出るということでちょっとそちらも楽しみなんですが、またね、新しい商品が出てくるみたいです。これに使うあるものです。はい、で、今回はじゃあね、この P4 のご紹介でした。ありがとうございました。